キタちゃんは今パパに怒鳴られて仕事です。あとこの、まあ、これですね、ゴミ漁ってこれを撒き散らしたんで、ちょっと本気で怒られました。なんていうかな、怒られちゃったな。ダメよダメよ、食べたりまたいつも。ちいちゃん降りてくれますか。ちいちゃん、ちいちゃん降りてくれ。降りろ、降りろ、降りろ。じゃあおやつあげるか、降りて、降りて、降りて。おい。さっき怒られたから言うこと聞かないんでしょ。降りろよ。おい、おい、降りろ。降りて。じゃあおやつあげるか、降りて。ちゃんと準備したんで、はい、降りて、いいか、降りて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 、キート降りて、もうやってる。はいはい、じゃこれあげるから安くて、やっぱりチキンだから安いよね。もう結構600円とか普通にするもんね。100円マックの時代が懐かしいわ。やっぱ新しいおもちゃだから興奮しちゃうんだな。そうっすね。100円なんて毎日買ってもいいぐらいですからね。おお、毎日買ってきてくれるの。いや、もう、種類がもう、紐のやつしかなくてあると思う。あとあれがありましたよ、ね、猫用の紐生活してんじゃないの。いやいや、猫用のあれがありますよ。女たぶらかして、浜ちゃん紐生活してんじゃないの。なんか走るネズミみたいなのありますよ。あ、そういいじゃない。あ、おしっこはなんか